Stingray Mania. それではご覧いただこう。ちょっと今日半ズボンで来たんですけど、夏場だからかちょっと思った以上に草が激しいですね。ちょっといけるのかな、無理だな。以上に草生えてますね。草が生えてるんですけど、ちょっとこの先にこの城跡と井戸があるらしいので、ちょっと行けるとこまで行ってみたいと思います。ということではあるので、草激しいですけど、ところどころ草なくなってますね。あ、なんかこの辺からちょっと薄くなってますね。どうも、ここの先に、井戸があるらしいんですけども、その井戸で人が落ちて亡くなったそうなんですけど、数年間こう見つけられなかったらしくて、数年後に発見されたっていう噂です。そのため、この井戸の、周りではラップ音が聞こえそうです。草が臭いですね。いるのかこれ本当に。あれ？なんかあそこに看板が見えますね。ちょっとよくわかんないプレーですね。あ、これあれか、これこっから左の方に行って回って感じですね。さっきから服にバッタが降ってきます。あ、なんかこれの下が、え、こっちなってんのかな。道がないですね。間違えたのかな。いやー、ちょっとわかんないかね。さっきまで来たんですけど、下に降りる道はあるんですけど、
普通に上がっていく道がないですよね。ちょっともう一回少し戻りたいですね。ちょっとおそらくですね、ここに道があるんですよね。排水溝なのか道なのかちょっとわからないんですけど、多分ここに行けるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこの装備じゃ厳しいですね。来た人が見つからないっていうのはその通りかもしれませんね。ちょっとこの辺でラップを取れるかどうか、撮影したいと思います。